今日の魔獣は手強かったな。そうだな、少し休憩していこうか。邪魔だ、どきな。あ、なんだ、いきなり飛び出してきやがって。たっ、かなり慌ててたみたいだけど何かあったのかな。誰かに聞いてみよう。すいません。ん？私のことかな。今慌てて人が走っていったけど何かあったとか。ああ、彼は盗賊のようだね。今しがた私の宝石を盗んで逃げていったところなのだよ。ああ、なるほど、宝石を盗んで逃走中なら慌てるのも当然。おい、のんきり言ってる場合か。それが本当なら大変だ、早く追いかけないと。ははは、心配はいらないよ。それ。なんだ、あいつせっかくの宝石を放り出しちまったぞ。あっち、何なんだこの宝石は。宝石から炎が吹き上がっている。驚かせてすまない、あれは私の魔法だ。宝石魔法という宝石の中にマナを封じ込める術なのだ。封じたマナを解放すれば、ああして炎を放つこともできるというわけさ。くしょ、こんな危ねえもんいるか。あいつ、逃がすかよ。いや、待ってくれ。こうして宝石も戻ったし、わざわざ追う必要はないよ。いいのか、心が広いんだな。そういう君たちこそ、見ず知らずの私のために危険を冒して盗賊を追おうとしたじゃないか。君たちの温情と勇気に心より敬意を表するよ。私の名はナジャーフ。この運命の出会いに感謝しよう。ナジャーフか、俺は。この声はさっきの盗賊か。行ってみよう。さっきの盗賊が魔獣に。因果応報と言いたいとこだが、放っておくわけにもいかねえか。私に任せたまえ。宝石に秘められし高潔なるマナよ、その光彩を刃となし腕章を切り裂け。すごい、宝石が宙を舞って刃物のように魔獣を切り裂いていく。ああ、剣の腕もとんでもないぜ。なあ、あいつを仲間に勧誘してみないか。確かに、彼なら俺たちの力になってくれるかもしれないな。よし、ナジャフ、ちょっといいかな。なるほど、君たちは苦難に立ち向かっているというわけだね。素晴らしい、ぜひ協力させてくれ。俺たちと行動を共にすると危険も多い、それでもいいかい。もちろんだと思う。それは君たち自身が命を懸けているということだろ。ならば私も力を尽くさせてもらうよ。素敵です、ナジャーフ様。
なんだ、さっきの盗賊か。お前、女だったのか。っていうか、ナジャーフ様？ナジャーフ様、あなたに救われたこの命、あなたへの愛に捧げます。すまないが、私は一足先に君たちの城へ行っているよ。お待ちになって、ナジャーフ様。顔が引きつっていたみたいだけど、大丈夫かな。騒ぎだ。おい、乱暴はやめろ。事情は分からんが、力ずくで奪おうなんて強盗と変わらねえぞ。なんだてめえら、口出しすんじゃねえ。これはこいつの親が借金したのが原因なんだよ。金が払えなきゃ家宝をもらってくって、ちゃんと契約書も交わしているんだ。そんな証拠がどこにあるんだよ。あったとしても騙されるのが悪いのさ。この契約書を見てみな。法にのっとった正当な行為ぜ。確かにこの契約書は正式なもののようです。借金がある以上、私たちが手出しできることでは。本当に騙されたならかわいそうだ。とかできないのか。簡単なことじゃないか。借金がなくなればいいのさ。簡単ってお前な。それができれば苦労はないぜ。かなりの額の借金みたいだからな。心配はいらない。借金は全て私が払おうじゃないか。さあ持っていくといい。すげえ大金だ。マジかよ。もらえるもんもらえりゃ文句ねえよ。今さら返せなんて言うなよ。おいおい、よかったのかよ。あんな大金をポンと渡しちまって。ああ、今まで黙っていたが、私は商家の生まれでね、金銭には困っていないのだよ。そうだとしても、見ず知らずの人のために大金を出すなんて。私の暮らしは職人やお客など多くの人に助けられている。彼女のために金を出したのはその恩返しみたいなものだ。はは、豪勢なもんだな。いやはや、真似できねえぜ。それを言ったら、ランザーブの勇猛さは私には真似できないよ。お互いにないものを補う、それこそが仲間だろ。まいったな。おいつは一本取られたぜ。それにしても、その面でその性格、おまけに大金持ちか。さぞ女にモテ上がるんだろうな。いや、そんなことはないよ。世の女性は私には興味を持たないようなんだ。は？そんなわけねえだろう。まあ、どう思うよ、クラウ。そんな話を私に振らないでください。まあ、あくまで一般論ですが、魅力的と感じる女性も多いのでは。そうかい。嬉しいよ。
さて、すっかり寄り道してしまったね。早く城に帰ろうじゃないか。ん？グラウ、どうかしたのか？いえ、以前からナジャーフさんに避けられている気がするのですが、気のせいでしょうか？ありがとう。でもすまないけど、今は満腹だし少し急いでいるので失礼するよ。あの、前にお好きだと言った楽団が来ていますの。よければご一緒に。ああ、それは嬉しいが、今は用事があってね。失礼。ナジャフ様、よかったら今日は私と。すまないが、今は無理なのだ。かくまってくれてありがとう。俺は平気だけど、ナジャフも大変だな。いつもいつも女の人に追いかけられて。いや、私がいけないのだ。彼女たちの好意を素直に受け止められればこうはならない。君もそう思うだろ？まあ逃げ回ることはないかなとは思うけど。その通りだ。何も逃げ回ることはない。普通はね。ん？どうしたんだナジャーフ、少し様子が変だけど。なあ、少し昔話を聞いてくれないか。かつて私にはフィアンセがいた。私は彼女を愛し、彼女に愛されている、そう思っていた。だがある時、私の家の商売が危機に陥ったことがあった。それは一族が路頭に迷いかねないほどの危機だったのだ。その苦境の時。もう終わりですわね、ナジャーフ様。いや、まだ終わりではないよ。再起の手は残されているからね。君さえいてくれれば、私は何だってできる。いいえ、もう終わりですわ、私にとっては。私、父の勧めで他の殿方との結婚が決まりましたの。どういうことだ。没落してしまったあなたに、私のフィアンセの資格はないということです。そんな、では私たちの愛は何だったのだ。全て偽物だとでも。本物でしたわ、少なくともあの時は。ですが、愛とはいえども、時には移ろい壊れることもあるということです。そんなものが愛なのか、真実の愛と言えるのか。では真実の愛は別のどなたかとお探しになってくださいませ。ごきげんよう、ナジャフ様。それ以来、私は好意を向けられることを恐れるようになってしまった。また裏切られるのではないかとね。そうか、そん
んなことがあったんじゃ、少しくらい女の人が苦手になるのも無理はないよ。でも君の言いたいことはわかる。そんな女性ばかりではないというのだろ。私も頭ではわかっているのだ。しかし私は愛を信じられない。どれほど熱烈に愛を語ろうが、そんなものは簡単に壊れてしまう。ナジャーフ、君は本当に愛は脆いものだと思っているのか。そうじゃないからそんな辛そうな顔をするんじゃないのか。ああ、君の言う通りだ。私も本当は信じたいと思っているんだ。何事にも揺るがない真実の愛がどこかにあると信じたいのだ。ナジャーフ、実はここに来るまで私が旅をしていたのは真実の愛を探すためだったのだ。真実の愛か。決して揺るがない愛は必ずあるよ。俺はそう信じている。そうだな。君をはじめここには大きく強い心の持ち主が多い。その心に触れていれば真実の愛にも近づけるような気もしているのだ。それさえ見つかればもう女性たちから逃げて回ることもなくなる。ナジャーフ様、どこにいらっしゃいますか。早く真実の愛が見つかるといいね。なんて数の魔獣だ。大丈夫か、ナジャーフ。ああ、私はこんなところで死ぬつもりはないさ。さすがはナジャーフだ。でもこの数は。危ない、ナジャーフ、後ろだ。しまった。王子、大丈夫か、王子。ああ、無事だったか、ナジャフ。それは私のセリフだ。私をかばって魔獣の前に立ちふさがるなんて何を考えているのだ。考えてのことじゃないよ。思わず体が動いていたんだ。まあお互い無事でよかったよ。そうか、これか。これこそが。ん？ナジャフ、どうしたんだ。どうもこうもない、愛だよ。君の行動こそ真実の愛だ。君こそ真実の愛の持ち主だったんだ。そんな大げさだよ。大げさなものか。君は私が求めていた崇高な人だよ。私はもっと君が知りたい。もっと君の愛が知りたい。そのために君のそばにいたいんだ。いいかい。だから大げさだって。要するにもっと仲良くしようってことだろ。それなら俺も歓迎だよ。さあ、稽古に付き合ってもらうよ、ナジャーフ。今日こそ君の宝石魔法を破ってみせるぞ。ははそう簡単には破らせないさ。そうだ、もしできたら君に宝石魔法の秘密を教えようではないか。宝石魔法の秘密だって。よし、絶対に勝つぞ。
ラウト・エルフィリス、そんなところで何をやってるんだ。いえ、別に何も。何を見てんだ。ああ、ナジャーフと王子か。あの二人がどうかしたのか。どうというわけではないが、近頃あの二人はいつも一緒にいるなぁと思ってな。ええ、ああして稽古だと言って一日中二人でいるようですし。稽古の時間だけではなく食事の時まで一緒にいるぞ。先日なんて夜にだけ咲く花を見に行くとか言って一晩中二人でどこかに出かけていました。えっ、一晩中？エルフィリスは知らなかったのですか。一晩中だなんて羨ま…あ、いやいや、あ、その…つまり…仲がいいのはわかるが、少し度が過ぎていないだろうか。私もそう思います。王子はリーダーなのですから、するべきことは多いです。ナジャーフさんにばかり構っているわけにはいかないはずです。そうだ、そもそも稽古ならば私だって相手になれるものを。食事の支度をしている者にも気を使うべきでしょう。何がおかしい。すまんすまん、ま、心配すんな。気の合うダチなんてあんなもんさ、そのうち落ち着くだろうぜ。そんなことよりお前ら、ナジャーフは王子に君のそばにいたいとはっきり言ったらしいぜ。そこまで羨ましいなら、少しはナジャーフを見習ったらどうだ。羨ましくなんてありません。魔獣がそちらに行ったぞ。ああ、任せてくれ。さすがだ。だが、こんな近くに別の魔獣がいたのか。助かったよナジャーフ。何、私が助けられることも多い。お互い様だよ。あいつらすっかりいいコンビになったな。なぜ私を見ながら言う。毎日一緒にいるのだからな。息が合わない方がおかしいだろう。もう諦めたような口ぶりだな。諦めてなどいない。私はただ自分なりのやり方で。いや、何の話をしているのだ。ランザーブ、エルフィリス、油断をするな。まだ魔獣が。何？ランザーブ、エルフィリス、危ない。王子。まったく、すぐに無茶をするその癖はどうにかならないのですか。無事だったんだからいいじゃないか。いいわけがないでしょう。心配する方の身にもなってください。ま、考えてやってんじゃねえんだから何を言っても無駄だよな。
そんな、王子様に荷物を持っていただくなんて罰が当たりますじゃ。ここでは王子なんて関係ないよ。みんなが力を合わせなくちゃ。さ、荷物を貸して。村の近くに魔獣が出たらしい。村の人が心配だ。みんな急ぐぞ。やはりそうか。ああ、ナジャーフ。ああ、君か。何か用かい？最近姿が見えなかったからどうしたのかと思ってたんだ。そのことか。すまなかった。少し君と距離を置きたくてね。え？俺が何かしたのか？違うさ。言葉にするのは難しいが、方向性の違いかな。方向性の違い？一体どういうことなんだ？愛の話だよ。君の愛は城に集う人々にも、周囲の村の人々にもあまねく注がれている。本当に素晴らしい。これこそまさに真実の愛だ。ナジャーフは言うことがいちいち大げさだよ。困っている人を助けるのは当然だろ。当然か。それが君の素晴らしさだな。だが私とは違うということさ。私にとって君は偉大なる先人だ。君の愛に感動し、君のような愛を抱けるものになりたいと思った。しかし君を素晴らしいと思いつつ、何かが違うとも思ってしまっていた。違う？君の愛は本当に素晴らしい。だが私は誰か一人のためだけに自分の持てる全てを注ぎたいのだ。ああ、それだって素晴らしい愛じゃないか。俺は一人を愛する気持ちも、みんなを愛する気持ちも、どっちも価値のある愛だと思う。ただ、実を言うと、俺にはナジャーフの言う愛って本当はよく分かってないんだと思う。家族を大切だと思う気持ちとはやっぱり違うか？なるほど。城や村の人々も君にとっては家族と同じか。やっぱりそんなに変か？いや、おかしいのは私さ。その君から愛を学ぼうとしていたのだからね。君が特別な誰かを愛したとき、どんな愛し方をするのか気になるな。なら、その時までにナジャーフが真実の愛を見つけておいて、俺に教えてくれればいいんだよ。そうだな。君のためにも早く真実の愛を見つけなくては。大丈夫。君のおかげで真実の愛に手が届くと確信できたよ。世界には驚くほど多くの愛があって、そのどれにも真実はある。私なりの真実の愛もどこかに必ずあるはずさ。